よろしいでしょうか。はい、手が上がってます。熊本さん側はどうでしょう。はい、大丈夫ですかね。では皆さん準備が整ったようですので始めていきたいと思います。皆さんもこんなに近くでピット対応をご覧いただける機会本当にないと思いますので、お見逃しのないようにごゆっくりご覧ください。さあ、それでは始めていきます。よーい、スタート。さっき説明した通りですね、今リアのタイヤ交換が終わったんですが、それが終わるとこうやって給油が始まりますので、はい、その間に今、ルノメカニックが始まりました。で今回形が早いですね。じゃあカウントダウンでいきます。はい、5秒前、3、2、1、はい。あっという間に終わってしまって、さらに迫力もあって皆さんの後ろにサーキットが見えたような気もしますけど、小田さん、今回の出来はどうですか。ちょっとさっきはね、お客さんから自然に歓声が上がる回もあったんですが、はい、ですね、お客さんも厳しいようで歓声が上がらないということは、これはちょっと合格点は上げられないかなと思います。まあ、ぜひそうですね、素晴らしい、もちろん一連の流れで、これから体験していただいて、ね、今のが、あ、はい、こういうことなんだなと分かっていただければ。ちなみにドライバーのお二人は今小田さんからはお褒めの声がありましたけれども、スムーズに慣れてきたんでスムーズにやっとなく、はい、オンシーズンの感覚も戻ってきた感じですかね。はい、ありがとうございます。はい、では今早速やっていただきましょう。タイヤ交換を、はい、皆さんにもご体験いただきたいと思います。本当にこんな機会ないので、皆さんこの機会にやってほしいんですけど、どうですか皆さん。はい、女性の方でもできますよ。ますけど、はい、アピールしてください。はい、山本さん、出口さん、お二人に選んでいただきますので、アピールしていただいて、しっかりとご指導いただけますのでね、ぜひじっくりとこの機会に体感してみてください。はい、で、はい、その間にですね、はい、そうなんです、その間に違うものを今、はい、皆さんにはご覧いただきます。はい、サーキットで使っている部分ですね。まあ、そうですね、はい、サーキットで見られるサインボードと言われる、はい、サインボードで、そうですね、こちらはよく見かけますので、ね、はい、皆さん見えますでしょうか。これはですね、ピットとドライバーをつなぐ通信手段の一つです。はい、で今これアルファベットと数字が入っているんですけども、はい、これで何が分かるのかという話なんですが、まず一番上の L さんというコードが入ってます。L さんと書いてます。 L はですね、ラップの L です。はい、ですのでこの場合は、残り3周という意味がこれで、はい、残り3周を表しています。でその次の段に入っています T1 の P は、ポジションの P です。はい、ですのでこれは今1位を走行中ということですね。すごいいいじゃないですか。はい、で一番下の段にプラスの12というのが入ってますが、はい、これはですね、後続の車、つまり2位の車が 2秒のリードをしているという意味です。はい、これお伺いしたところ、いい状態のように感じるんですけど、はい、これはこのボードが出ると、はい、ドライバーはどうなんですか。はい、いや、もうかなり大量マージンがあるので、はい、固くいきます。固くは、まあ、そうですね、それでですね、まあ、例えば、これ以外にちょっとこう変えることもできるんですが、はい、ちょっと今表示を変えてみます。これはまた、はい、今スマートがマイナスに変わりまして、はい、ポジションも2になります。マイナスの1に、はい、1が入りました。そうですね、 L3 で、はい、T2 で、はい、マイナスの1。皆さん表示が変わりました、ご確認ください。そうするとですね、これは残り3周で今2位を走っていて、はい、前の車からこれマイナスなので、はい、1秒要は、まあ、トップを走っている車が1秒前というサインになる。トップ間近ですけど、これ、はい、選手、このサインを見たときは、これはどうしますか。もう猛プッシュ何も考えずに、ただこれはまあそうですね、まあ、情報を示しているというよりは、ピットからは早く抜けという、はい、命令に近いような劇が飛んでる状態です、ね。はいはい、ただ、GT カーにはですね、ちょうどルーフの上にアンテナが見えるんですけども、はい、無線機も積んであるんです。でチームによってなんですが、はい、無線機で基本は、ピットとドライバーは更新をします。はい、
ライバーによってはもう喋ったりすると集中力が途切れるとかですね、そういう妨げになるっていう、はい、そういう時にはこういう